青22号を地色とした103系左は青22号、通常色の103系。113系の帯色の方が濃い。青22号を地色とした C36 系、コンテナ JR 貨物のマーク青22号は、日本国有鉄道が定めた色名称の一つである。スカイブルーとも呼ばれる。国鉄部内での観用色名称は、水色である。マンセルチは、 3.2バイト5、8。1965年、京浜東北線に投入された103系電車に対してラインカラーとして採用されたのが始まりである。基本的には通勤系電車のジー路としての採用例が多く、旧京国電においても多い都線、富山高線などで使用された。百八十九年の中央、総武観光線への二百五系投入に伴い、 識別のため、同線から、当時の低徳を速度交通営団東財線に乗り入れる301系の塗装が、灰色8号の地色に、木5号の帯から、同地色に本色の帯へと変更された。なお、関西地区において、阪和線及び、東海道、山陽線で運行された、新快速において、当初灰色9号の地色に対する、帯色として本、色が採用されたことがあるが、 実際には、水田工場で独自に調色した色が使用されている。正規な制定色ではなかったため、色名称は、青二十二号太陽特色と称されている。この色は、ヒネの電車区所属の百十三系の帯に使用されていた。各車では、霊園コイル輸送用の脇急線型や、特に c 三十五系コンテナの G 色であることから、コンテナブルーとも称され、JR 発足時には、 JR 貨物のコーポレートカラーとされた。また JR 西日本北陸地区の電車において2010年以降の新塗装で用いられる色もこの色を若干濃くしたような色合いとなっている。ありがとうございます。